像以上の濃度だな。それにしても兵の姿がどこにもない。まさか全て出したというのか。いずれにせよ今は攻撃を止めねば。音は向こうからか。なるほど、お前たちが兵の代わりというわけか。破壊できる方法を模索する必要があるな。上等、切り伏せてくれ。行くぞ。風のごとく参る。降臨、消えろ。はっ、逃がさぬ。蝕む羽散る百花。前、逃がさぬ。はっ、身を捨ててこそ浮かぶ手もあれ。上等、切り伏せてくれる。
覚悟。逃がさぬ。はっ。ベニム。降臨。敵は斬るのみ。逃がさぬ。蝕む羽、散る百花。参る。風のごとく、これで決める。身を捨ててこそ、浮かぶ手もあれ。覚悟。逃がさぬ。読み通り、砲台は自動で照準を定めていた。ならば、あとは知恵を巡らすだけだ。離れるとしよう。剣の道とはすなわち心の道。これでよし。しかし、これだけの騒ぎを起こしても天剣はおろか、いずれの者すら姿を見せんとは。奴らはどこへ消えたのだ。いや、それよりもまずは次の行動を決めるべきか。拙者も都営に向かうという選択肢もあるにはあるが。この状況、いや、まさか。もっと強くなりたいものだ。安心しろ、恐れてはおらん。敵は斬る。ただそれに徹すればよいだけのこと。さて、調査に戻るとしよう。蛇の残党か。ようやく来てくれたのね。それで他の子はどこにいるのかしら。わらべだった。